ソユーズトママイナス9の打ち上げ、ソユーズトママイナス9は国際宇宙ステーションへの往来を目的としたソユーズのミッションである。2006年9月18日にソユーズ FG で打ち上げられた。9月20日5時21分に ISS とドッキングし、2007年4月21日に地球に帰還した。ソユーズトマママイナス9は2人の 第14次長期滞在の陸民と欧州宇宙機関の代わりに、いくつかの実験を行った一人の宇宙、飛行関係者を宇宙へ運んだ。尾行当初は、榎本大輔が日本人初の宇宙飛行関係者として予定されていたが、2006年4月21日に、健康上の理由から飛行には、不適切と判断され、アニューシャアンサリと交代し、バックアップに回った。 STS-116 の乗組員により撮影されたプログレス補給船とドッキングするソユーズトマ -9。ソユーズトマ -9 は i s s への32回目の有人宇宙飛行である。2006年9月18日から21日の3日間はコロンビア号空中分解事故後としては初めて12人の人間が同時に宇宙にいたことで知られる。3人は 第13次長期滞在で ISS に、3人はソユーズ・トママイナス9に、6人は STS-115 のミッションでアトランティスにいた。アニューシャン・サビは、第13次長期滞在のパーベル・ビネグラ・ダフ、ジェフリー・ウィリアムズと共に、2006年9月29日にソユーズ・トマママイナス8で無事に地球に帰還した。ロペス・アレグリアとチュリンは、6ヶ月間の滞在後、 2007年4月21日に帰還したソユーズとマ宇宙船の保証期間210日間を超える215日の宇宙滞在はソユーズ宇宙船の最長記録である。ありがとうございます。